子どもたちだったらね大会前とか試合前のね調整の方法こうやったら調子良くなるなとかえこういうふうに調整したら調子が良かったなとかねそういうものを早く覚えてやっぱこう大会というものにこう出るにあたってねやっぱりこうコンディションピークに持ってきたいはずなんでねそういうものを普段からえ研究しておくといいんじゃないかなって思いますけどもねはいどのように自分の体の調子が上がっていくかっていうのをね えー、あの掴んだ方がいいと思います。